米国での北朝鮮への評価がわかる情報をキャッチしました。今回は北朝鮮の変則兵器を詳しく見ていきますね。これ日本は迎撃できないと言われています。しかし、まだまだ方法はあることも事実です。アメリカのミドルベリー国際大学院モントレー校教授で、ジェームズ・マーティン不拡散研究センター東アジア不拡散プログラムディレクターのジェフリー・ルイス氏が、アメリカ政府が運営する国営放送のボイス・オブ・アメリカ、VOA、アメリカの声によるインタビューの中で、北朝鮮の極超音速ミサイルについて触れ、その飛行は予測不可能な軌道であり、迎撃するのはほぼ不可能であるとの見方を示したことが、2022年1月18日に報じられたとして、韓国メディアの中央日報日本語版が伝えた。それによると、ルイス氏は、北朝鮮が、今月5日、11日に、日本海に向けて、発射に成功したとしている、極超音速ミサイルについて、北朝鮮が発射したミサイルは、すべてが、極超音速で飛行したと指摘した上で、ミサイルは高高度に打ち上げられた後に滑空体となって目標に向かって突入するもので、滑空する際に方向転換などの軌道が可能な MARV、マノイバリング、リイントリー、ビアクルと呼ばれる飛行体で、全てにおいて正常に動作したとみられ、システムとして安定しているようだと語った。これらの北朝鮮が発射した2つの極超音速ミサイルについて、韓国軍当局は、いずれのミサイルも、極超音速を発揮したとするコメントを出しているものの、変則な軌道を描いたことについては触れておらず、ルイス氏によって明らかにされたとしている。ルイス氏は、韓国メディアなどが、極超音速ミサイルは、1分でソウルに着弾すると、懸念していることについて、そのように騒ぐことは、ミサイル技術を知らぬ、不正確な発言であるとして、極超音速ミサイルに限らず、スカッドミサイルなどの以前からのミサイルであっても、マッハ以上の速度で飛翔するものがあり、いずれも、北朝鮮から発射されれば、短時間で、ソウルに着弾するとし、極超音速ミサイルの滑空体は、滑空に入る際には、一時的に、普通のミサイルより速度が遅くなることもあると指摘した。その上で、ルイス氏は、滑空中は速度が遅くなることがあるが、方向転換などの軌道が可能となり、例えば、敵のミサイル防空網をかいくぐるような軌道をプログラミングしたり誘導したりできるため、レーダーによる探知が難しくなると述べている。さらに、韓国軍が、巡航ミサイルの他に、北朝鮮の主要軍事拠点や飛行場などの攻撃用ミサイルとして開発した、玄武ミサイルによる先制攻撃の意図を韓国軍が持っていることについて触れ、韓国軍が北朝鮮のミサイル発射の兆候を察知したとしても、その発射台を探知して攻撃を加えることは不可能と指摘した上で、韓国が北朝鮮による極超音速ミサイルの発射を阻止できる、唯一の戦略は、金正恩朝鮮労働党委員長が発射命令を下す前に、彼の存在を見つけ出し、その命を奪う切り首作戦だけであると述べた。しかし、ルイス氏は、切り首作戦は、判断を間違えれば、逆に、韓国が、北朝鮮に、先制攻撃を許す可能性があり、危険な、両刃の剣のような戦略であると指摘し、韓国が、そのような短慮な戦略を取らないように憂慮している。そして、ルイス氏は、金正恩委員長は、この先も計画されている、ミサイル開発を続けるであろうとして、北朝鮮による、ミサイル発射試験が、この先も続くと予想した上で、2026年に、開催が予想される北朝鮮労働党大会までに、極、超音速ミサイルなどを誘導するための軍事用衛星の打ち上げや、短時間で発射可能な固体燃料の大陸間弾道弾 ICBM の試験発射を行い、さらに多弾頭ミサイルなどの先進兵器の試験発射を繰り返すことになるだろうとして、
警戒が必要であることを強調した。日本の防衛省によると、1月17日に発射された短距離弾道ミサイルとみられるミサイルは、以前2020年3月にも発射実験が行われた固体燃料を用いたミサイルであるとしており、北朝鮮がルイス氏の指摘以前に発射準備に時間を要さず、鉄道車両などからでも発射が可能な固体燃料ミサイルの開発が済んでいるとして、北朝鮮のミサイルにおいて発射兆候を探知することが困難になったとしている。一般的に極超音速ミサイルは弾道ミサイルのような飛行をせずに極超音速を発揮するミサイルとして一括りにされているが、実は大きく分けて2種類のミサイルが存在しているのである。一つは発射時にロケットブースターで高高度に打ち上げられ切り離された弾体自体もスクラムジェット、スーパーソニック、ソムバスション、ラムジェットを噴射して飛翔する極超音速巡航ミサイルで、もう一つはロケットブースターで発射した後切り離された動力を持たない飛行体がグライダーのように滑空する極超音速滑空ミサイルである。スクラムジェットを用いた極超音速巡航ミサイルは日本においても防衛省が研究を進めていて、2023年頃には極超音速を発揮できるエンジンの試作品が完成する予定とされており、自衛隊が極超音速ミサイルを保有することで迎撃が困難な極超音速ミサイルを発射されることへの抑止力とするつもりがあるのではないかと見られている。また防衛省では極超音速ミサイルへの対策として2022年度防衛予算でレールガンの研究開発費として65億円を計上して、今後7年間にわたって研究を進めることにしている。レールガンは方針として用意された2本の通電性の高い素材で作られたレールに玉体を乗せ、大きな電力を流すことで強力な磁場を発生させて玉体を射出するもので、火薬に緩化法と比べて玉体を極超音速で発射できることや長距離射程を得られて連射が可能とされている。しかしながらレールガンの実用化に成功したとして、それによって極超音速ミサイルを迎撃できたとしても、多数のミサイルを同時発射された場合、その全てを撃墜することは難しく、先制発射を許せば必ずどこかで被害が生ずることは避けられないため、理想の防御方法は発射前に発射台を攻撃することであり、敵基地攻撃能力の保有はそれを狙ってのことであるが、それとてミサイル発射の兆候をつかめなければ役には立たないと批判の声がある。とはいえ、他にミサイル発射を阻止する手立てがない以上は、まずは敵基地攻撃能力の保有を進めるしかないのが現状であるし、保有することでその使い方によっては敵がミサイルを発射できないようにする抑止力として活用することもできよう。敵基地攻撃能力の保有は意味がないとする軍事専門家や政治家にはぜひ代案を示してもらいたいものである。ところで、今回ルイス氏のインタビュー内容を報じた中央日報は、北朝鮮の極超音速ミサイルは韓国の首都ソウルなどに向けられていることを前提とした記事に仕立てているが、実際に北朝鮮が韓国を攻撃するにあたっては、高価な極超音速ミサイルをソウルに発射する必要性は全くない。北朝鮮は38度線の非武装地帯 DMZ からわずか 40km の位置にあるソウルを標的として保有する多連装ロケットシステム MLRS や 170mm 自走砲を集中配備しているとされ、開戦と同時にソウルを火の海にして壊滅させることができる。極超音速ミサイルは韓国内の米軍基地をはじめとする軍事施設、そして日本に向けられていると
想定すべきであり、敵基地基地攻撃能力の保有について、お花畑的な議論などしている場合ではなく、一日でも早く、対策の研究、開発を進めなければならない。